鹿児島の温度は何度？25度です。もたらすのかと思って。25度かよ、うん、いや絶対もっとあるけどな。外今日めっちゃ暑いわ。どうもお疲れ様です、カバです。今日はですね、土曜日昼まで仕事終わって、それから今昼食に、行こうと思って歩いてるんですけど、なんだろう、僕すっごい古びた定食屋が結構好きで、よく来るんですけど、僕がしょっちゅう利用する、外から見たらやってるかやってないのか分かんないような定食屋さんを、今から紹介したいと思います。じゃん。やばい。もうこののれんがね、超薄いんだけど、ちょっと入っていきましょう。すみません。はい。ミックスフライ定食ください。はい。ここで買ったんですか？アマゾン。やっぱ、あれですよ。土曜日のね、午後からは。バックスペース FM のライブを聞きながら、ね、でもなんかレンズが、めっちゃ安くない？この600円とかさ。このペースでいくとマイクロフォーサーズのレンズコンプリートしちゃいそうなんだよ。そしたら、また。AF マジ早いでしょ。冷たいお茶美味しい。じゃーん、これで650円は安いでしょ。なんか、うん、これは冷やしそばですね。と揚げ物、味噌汁、でも飯いや、めっちゃうまかった。ごちそうさまでした。では、夜の街に行ってきたいと思います。ビッグマッチ、あっつ。いや、鹿児島めっちゃ暑いっすわ。とにかく今日もね、まだ今もう6時23分だったのに、気温は25度をまだ示してますね。喋るの？いや別に喋んなくていいっすよ。今日行くとこはね、ここね、味の八坂さんです。初めて来た。いざ頼もう。よいしょ。あ、ですです。徳田様ですね。はい、はい、どうぞ。はい。こちらです。そのままでよろしいですよ。はい。失礼します。今俺が映ってます。先輩方ありがとうございます。いただきます。行くじゃないか。
マネージャーいくつだっけ？22歳。仕事どう？調子は？住宅ローンやってます。住宅ローンやってんの？家買ってください。泣かしてくださいよ、泣かしてください。いやいや、こうしろせ、あいつ出てるからと思うよ、彼は。彼は、こう飲みに行きたいな、ちょっとね。めっちゃ疲れました。なんか知らんけど、若手とね、あの OB の方々の、まあ、いい交流機会になったんじゃないかなというふうに思います。ちなみにここはトイレで最後のお別れでございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。